はい、大きいですね本当に酒井選手が、まあ、ただどれだけ、まあ、ちょっとあの試合を離れているので、はい、どれぐらいのコンディションと状態なのかというところもあると思いますけどね前売り完売非常にいい雰囲気でキックオフのホイッスルが響き渡っています初瀬から大迫得意の形です来たあのしっかりとカバーして敵陣に入ったんですけどね、はい、クロスでやっぱりあの香川選手のところ少しフリーになりますねそうですね、はい、船木のヘッドジョルディ・クルークスのヘッド先制点はセレッソセレッソの来て初のゴールは関西対決の先制点、まあ、スローインからですけど、はいまあ、船木選手のこのクロスもいいボール入りましたし、まあ、この入った瞬間に、まあ、佐々木大樹選手入れて武藤、うん、折り返したフリーになった山口蛍だ、まあ、大迫選手スルーした中で、まあ、もうこれで 2,3 人置いていってますしそして初瀬の左足セットプレーのところで選手が変わりましたファーサイドヘッド佐々木が決めた4試合ぶりのゴールはその前にホイッスルが鳴ったかそうですねただあの副審が旗を上げてましたね、はい、今対応しますよ、ダビド・アラバが目標という話をしていましたが今日はディフェンスでよく頑張っています前川胸コントロールからおっとおっとこぼれたところ北野狙っていったどうだ J1 初ゴールは劇的なゴールだここまで悔しさを味わってきた北野壮太関西対決 J1 初ゴールですいやまあ、なんかドラマですねそうですねいやだいぶ予想できないですね、はい、前川選手もよくカバーしました、はい、本当にあの背後のボールですけど対応難しい中でうわちょっと本当に足元がこうなりましたけどね、でもよく決めましたね北野選手もそうですよね、はい、落ち着いてました、はい、流し込むのも斉藤美月さあ大迫が来たヤンハンリンキャッチそしてこのプレーで